ケージに戻さないでそのままにしていたシオン君は、一人遊びをした後、このお気に入りの段ボールの中で、熟睡中です。今喋り始めたらボゾボゾしちゃいましたね。ごめんね、いいよ寝てて。おそらくこの状態で夜のご飯まで寝ているんではないでしょうか。はい、ジャン君はパパの膝の上に入っています。そしていなくなった隙にシオン君はジャン君のベッドを使っています。そしてご挨拶に訪れ、そしてどこ行くの君。いいね、自由になっちゃって。はい、ちゃこちゃんとご挨拶。チャコさん、シオン君はお部屋の中はどうでしたか？ 3,4 時間くらいは部屋でずっといたかな。
な。どんな感じですか。これで夜はケージで寝れます。ふいや。じゃあ遊ぶ。よいしょ。結構なパワーだね。うん、ご飯の時間だからね。こんなところにしとこうか。よいしょ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あずちゃん。あずちゃん。はい、あずさん、ご飯の用意ですよ。すごい嬉しいな、ご飯が嬉しいね、あずちゃん。はい、どうぞ。卵を食べてね。はい、どうぞ。もうちょっとであげようね。リコさんだね。あら、しゅんくん向こう行っちゃった。しゅんくん一旦ここまで来てた。よし、じゃあしゅんくん、ちょっと床が後でしてからね。ご飯からご飯の間、まるまる外に出してみた、結果ですが、まあ1回しかまだやってないので分かりませんが、シオン君は、まあ部屋の高いところにある段ボールの中でおおむね寝ていました。
前半はですね、普段通り遊んだりしていたりしたんですが、後半はずっと寝ていた感じです。で、そこからたまに出歩くとですね、普段とのペースが違うせいか、人を避ける行動を多少取りました。ちょっとはいはいって指を出したりすると逃げたりしてですね、何かこう、なんていうのかな、慣れない感じですね、あれっていう風に、感じたのかもしれないです。また、明日同じようなことをやってみて、どんな感じに、なるのか、確かめてみたいと思います。